昌平中学、高等学校は、埼玉県北葛飾郡杉戸町下屋にある私立、中学校、高等学校、国際和歌ロレア認定校。学校創立当初の設置者は、福岡県に本部を構える、学校法人福田学園で、昌平高等学校も同県にあった東和大学の付属学校として発足したが、同学園の学校運営には、 地理的制約が負担となっていた。2007年4月1日、福田学園が東和大学の学生募集を停止すると同時に、昌平高等学校も学校法人昌平学園に無償移管され、福田学園から独立することとなった。以後、栄光ゼミナールのコンサルタントでもある高橋誠を理事長に迎え、また香川誠両中学校、 高等学校の副校長だった小池人氏を第9代校長として、ついで2010年より第10代校長として、白川正志を迎えた。全校生徒数は1学年14クラス、2学年15クラス、3学年13クラスの合計約1800名で、ある。平成24年度に入学した34期生は18クラス700人という大規模な人数になっている。 国際教育が特色の一つで、ネイティブ教員によるコミュニケーションの授業や、英語圏への約一週間の修学旅行をはじめ、英語スピーチコンテスト、海外語学研修、短期交換留学、長期留学、長期交換留学による海外研修や留学生の受け入れ、長期休暇を使ってのホームステイなどを行っている。また部活動も盛んで多くの団体が、 全国大会や関東大会に出場し、記録を残している。特に、バスケットボール部、剣道部、サッカー部、ラグビー部などは、全国的にその実力が知られている。学校法人昇平学園に移管後は、特別進学コースを設け大学受験に力を入れるようになった。剣道部は、全国大会や関東大会出場の実績がある。サッカー部は2006年に、 元は青森山田中学監督の藤島孝幸を招聘して以来強化が進められ2013年の高校選手権予選ではベスト4進出2014年の新人戦では初優勝同年の高校選手権予選では初優勝を成し遂げたが全国大会では初戦で敗れた2016年には高校総体に初出場を果たすと 大会に連覇中の東福岡高校や静岡学園高校などを下してベスト4に進出した。2018年の高校総体では青森山田高校や大津高校などを下してに大会ぶりにベスト4に進出した。ラグビー部は元国学院久我山高校監督の中村誠を総監督に元国学院栃木高校コーチの三代田誠を 監督に迎えて強化が進められ、2014年の全国高校大会予選で初の決勝進出。2017年の全国高校大会予選で初優勝を果たした。女子陸上競技部は2012年の創設と歴史は、浅井が2017年に全国高校駅伝埼玉県予選で初優勝し、全国大会への出場権を獲得した。また、 県内では珍しいボーリング部がある。開校当初から1997年までは男子は紺色の爪入り学生服、女子は紺色ジャケットとスカートであったが、1998年から男女共にブレザースタイルの制服に変更。その後2007年に新たにモデルチェンジした。ありがとうございます。